ウイメンズマーチの時代がやってきたというテーマでそれぞれデモやマーチの経験のある方をお呼びしております皆さんウイメンズマーチというのをご存知でしょうかウイメンズマーチは今年の1月20日にアメリカ合衆国でドナルド・トランプ氏が大統領に就任したことを受けて合衆国だけではなく世界的な運動へと広がった大規模なデモのことです 選挙戦のときからトランプ氏はメキシコ人移民に対して部別的な発言をしメキシコとの国境に壁を作るという公約を掲げたことが論争の的になっていましたまたトランプ氏の女性蔑視発言も問題になっていますそのトランプ氏に女性たちが人種や宗教を超えて連帯して抗議の意思を表すため大統領就任式の翌日1月21日にウィメンズマーチが行われました ウィメンズマーチはアメリカだけではなく、世界中で行われ、およそ500万人もの人が参加したと言われています。日本でも1月20日に東京と大阪でウィメンズマーチが行われました。3月8日の国際女性デーにも行われました。とウィメンズマーチを呼びかけた団体のホームページではですね。えっと1月21日以降連続して継続したアクションがえっと呼びかけられています。 5つ目のアクションではリフテリフレクトレジストということで、活動を振り返って、そしてまた抵抗しようというものになっています。このアクションというのはえっと何を振り返るかというと、今までの女性たちの運動を振り返って、そこから、 様々なことを学び、次のアクションにつなげようという呼びかけになっております。今回第2部ウミメンズマーチの時代がやってきたということで、この5つ目のアクションに連帯呼びかける場にしたいと思っております。とそうですね。なので、えっと今日はそれぞれ社会運動に取り組んでいる方をお呼びしました。 えっとあ、そしてえっと最後にパネリ,リストの皆さんがパリテという考え方について、どのようなお考えをお持ちかえっとお聞きしたいと思います。えっと、まずえっと左手にいらっしゃるあ、皆さんから見て左手にいらっしゃるのが <laughs> えっと <laughs>。 えっと、オバマ大統領を勝利に導いたと言われているアメリカの草の根運動の手法コミュニティーオーガナイジングを日本に紹介して、えっと、現在は刑法・性暴力の改正を訴えるビリューブキャンペーンを主催している鎌田加奈子さんですよろししくお願いします、えっと、そのお隣にいらっしゃるのは元シールズのメンバーで現在は市民のためのシンクタンクリデモスの研究員として活躍されている諏訪原武さんですよろしくお願いします そして一番右手にいらっしゃるのが日本の女性運動の中心的な団体の一つであるアジア女性資料センターの事務局をされています濱田すみれさんですよろしくお願いしますちなみに濱田さんは3月8日のウィメンズマーチ東京の主催者の一人でありますそれでは鎌田さんから自己紹介をお願いしてよろしいですかはいありがとうございます改めましてコミュニティオーガナイジングジャパンの代表理事をしております鎌田香子と申します 私はそのコミュニティオーガナイジングというちょっと聞き慣れないものをやっているんですけども。なぜや であのそのコミュニティオーガナイジングというものは社会的弱者がコミュニティを作ってで共に行動することで、まあ、政治的社会的な変化をもたらすというものになっていますでなぜこれをやっているのかというと私自身は小さな頃にま自分が大事にしてた遊び場がまあ大人たちに奪われてしまったという経験があってでそれからずっとそういった問題に取り組みたいと思って社会問題に取り組みたいと思ってたんですが企業で働いてみたところいや社会問題って企業が取り組むっていうよりは一番最初にやっぱり 声を上げるのは市民だとでやっぱり市民参加が大事じゃないかということで留学をしてそこで出会ったのがコミュニティーオーガナイジングでしたでアメリカではもう100年以上前から実施されていて公民権運動とかでもすごくこう使われてきた社会運動の方法でして世界中でもあの実施されていますであのさっきご紹介があった通りあり初の黒人大統領で目指した手法の一つということで、まあ、そこも今日ご紹介しながらお話できたらと思いますよろしくお願いいたします 続いて、諏訪原さん、お願いします。はい、諏訪原健と申します。 えっと、ご紹介いただいた通りですね市民のためのシンクタンクリデモスというところであの昨年のことになるんですけれども女性のことを特にピックアップしてイベントをやった時にですね、まあ、司会を務めてたんですけどそれが縁で今日呼ばれまして、まあ、ちょっと男性なんだけれどもやっと男性出てきたかということで、まあ、いいかなということで僕も思うことを本当にざくばらんに話していきたいと思います。もとはは社会運動かかそんんななに関わっっていたた人間ではなかったんですけれども2014年特定姫 密保護法をきっかけにしてやっぱり個人として自分が政治について思っていることをどんどん言っていく必要があるまたそういう場を作っていく必要があるとそういうことを考えながらここ数年間社会運動に取り組んできましたき、まあ、今日はその辺りの経験も踏まえながらお話しできればと思いますよろししくお願いします。 浜田さんお願いいたしますはい、えー、こんばんは、えー、NPO 法人アジア女性資料センターという NGO の事務局スタッフをしております浜田すみれと申します、えー、アジア女性資料センターは渋谷区に事務所がある NGO で、えー、ジェンダー平等とか女性の人権に関する活動をしている団体です 私はアジア女性資料センターで機関で発行されています「女たちの21世紀」というジャーナルの編集をしていたりあとはジェンダー平等とか女性の人権に関するワークショップとかセミナーなんかを開催したりしていますあとは制作提言もやっております。 えっと私はアジア女性資料センターに入ってから若い女性たちが集う場を作りたいと思ってユースグループも立ち上げて活動していますユースグループでは若い女性たちが集まってお茶を飲みながらあの身近なジェンダーの問題について話すジェンダーカフェなんかも開催してきました3月8日には先ほどご紹介いただきましたがウィメンズマーチ東京をあの実行委員会の一人として開催いたしましたよろしくお願いします パネルディスカッションに入る前にですね実は今日もう一人もう一方、えっと、ゲストにお越しいただいてまして、えっと、アメリカの事情に詳しいセラジーン・ロシートさんにもお越しいただいております、えっと、ロシートさんは1月20日に東京で行われたウェンメンズマーチの主催者のお一人でもありますちょっと、えっと、設営にお時間いただきます。 ました。こんばんは。んんはセルジンロシートと申しますが、あの短くてもあの東京のウィメンズあごめんなさい。聞こえますか？大丈夫です。<laughs> 多分マイケれないですけれども、マイク使ってもいいでしょうか？はい、あの短くけど、あの東京ウィメンズマーチとワシントンのウィメンズマーチについて簡単に説明いただきたいと思います。あの、去年の秋から。 あのトランプ大統領の政策に対してあのアメリカ全国でさまざまな抗議が行われていましたがあのその中で最大の抗議は運動はあの大統領就任日にワシントンで行ったのウィメンズマーチですよね。このマーチはあのアメリカの個人によって計画されたあの活動でした。 あのこのマーチは主なテーマはあ<お>ごめんなさい。<laughs> ごめんなさい。ちょっとはい、ごめんなさい。このマーチは主なテーマはあの権利のあの保護と国の安全とあの女性のあの健康と特にセクシャルヘルスとリパリプロダクティブヘルスですよね。また、家族の権利を保護であった。 また、マーチはあの多,様性な多様性がアメリカの強みであったこともに集中していました。また、その他の地域でマチがあり、工芸で673のロクルマーチがあり、合計でだいた500万人も参加しました。 またアメリカ以外ではあの71国で街ありました。あのアメリカ以外であねあの。次の写真はうちのニューヨーク住んでいる友達からもらいました。あのニューヨーク、ワシントンとロスの沖縄町にはあの全国から人が集まったのですごい人数。 はすごくあの集まりました。またごめんなさいあ。ちょっと風やるので、あの世界で初めてのマーチはあの3月の20日東京で行われました。あのこのマーチはあの在日アメリカ人の自民党の組織の集会でした。私。 ミチトごめんなさい、民主党、そうあの、アメリカの民主党の組織ですよね、あの私もメンバーですから、あの東京、関東の,あの,あの理事です、あの私たちはあの、多くのアメリカ人があの選挙の結果であの動揺したことをしましたね、本当にみんなすごいがっかりになりましたので。 あの,またあの日、大体100人ぐらい集まると思ったけれどもあの実際にあの650人ぐらいあの参加しましたあの皆さんはさまざまなネットワーク、NGO、女性団体からさまざまなところから来ましたまた、Facebook で見たけどいろんなところから来ました。ははっきりでも多くの参加者は 以前にマーチに参加,な参加した経験が,ないがありませんでした。トランプの政策で動揺したのであの彼らは自分の声を上げなければならないことがありました。でもなぜ私がそのマーチを計画したのか。実は私は私 人々を結集させることが必要だと思いました。また、トランプ大統領の政策は誰にもとっても悪い影響の可能性があるのでトランプ大統領に対するあの世,のあの世の中の人だけ世界中の人々を結集することが必要だと思いました。私30年前以上からあの NPO と NGO 経験があるしもともと私アメリカでコミュニティーオーガナイザーの経験があるからその時自分のスキルは役立つだと思いましたまた私は絶対に沈黙することが無理です <laughs> 絶対無理あのワシントンのウォメンズマーチの後にあの100 日間であの10アクション活動を行うあの計画がありその計画はインターネット上で前あの見たけどもうちょっと見,見せたいと思いますあのその10アクションの中で本当に誰でも全部は誰でもできることありますねあの10日間であの10日 ところで新しい活動がオンラインでアップしますそのスライドでは一番最初のアクションは簡単に説明がありますその活動はもちろん誰でもできることけどまたオンラインで<お>ごめんなさいオッケーはいオンラインで簡単なやり方と説明もありますそして皆さんこれから どうしましょうか何をすることができると思いますか最初に、間発的な市民になるために、我々がさまざまな政策、社会問題についてもっと学ぶことが必要だと思います。また声を聞こえるように、具体的なアクション要することも必要と思います。 政府関係者あの、国会議員に電話したり、訪問したり、また手紙を送信することも必要と思います。彼らにあの社会問題や政策に取り組むようにあの圧力にかけることも必要があると思います。またもちろん皆様あの投票 することも必要です。ちょっと付けたと、Facebook のでも情報をシェアすることだけは足りないです、付属です。インパクトはないと思います。もちろん皆さん大変難しいと思います。東京の生活もちろんみんな難しい朝からそこまでですけれども、毎日。 もし10分だけ毎週2時間半ぐらい区別すれば自分の国にもいい影響を与えることができると思いますもし今日の参加者の5割あそう半分ぐらいの参加者本当にそれを区別すれば将来の将来にあのいい いい生活。あの世の中のよりいい場所。になると思いませんか。その、そういうわけで。私がマーチとか。イベントとか。他の活動を。計画しています。一緒にやりましょうか。<laughs> ありがとうございます。お水道さん、どうもありがとうございます。 と豊富な写真を見せながらのあと最後の具体的なアクション Facebook とか Twitter のシェアでは足りないっていう <laughs> ちょっと次回も込めて <laughs> ぜひ一緒に活動していければと思いますそれではパネルディスク発車の方に戻りますまたちょっとお時間いただきます ウィメンズマーチの、えっと、今、詳しい話をお聞きしたんですけれども、えっと、次、3月8日のウィメンズマーチの話もうちょっと詳しく聞いていきたいと思います。えっと、3月8日のウィメンズマーチは浜田さんがフェイスブックで呼びかけたことからあの始まったと伺っております。えっとなんであ フェイスブックで呼びかけてて始まままっっっ人ぐらい集まったと伺っておりますなんでこのマーチを今企画しようと思ったのかなんでマーチだったのかなど教えてください、はいえっと、3月8日は皆さんご存知でしょうかちょうど国際女性デーなんですね毎年3月8日国際女性デーということであの世界中でいろんなアクション取り組まれる日なんですがこの日に。 あの女性たちが元気になるような,なんかイベントをしたいなということはずっと考えていましたそれであのさっき今お話もあったように2016年11月のアメリカ大統領選挙で 初の女性大統領の誕生があの期待されていましたけれど結果的にひらりさんは選ばれませんでしたでガラスの天井を壊せなかったということに加えてあの女性差別発言を繰り返してきたトランプという人物があの大統領に選ばれたということであの多くの女性たちあの男性もだそうだと思います。 いいまますすけけどあのショックを受けたと思いますで私自身もあの、まあ、事前の報道なんかでは本当にあのヒラリー有利ということを伝えられていましたしあのやっぱりああいうトランプのような女性差別発言をした人物が選ばれることはないだろうというふうに思っていたのでとてもあの大きなショックを受けました。 でえー、ということだったので反トランプを掲げた大きなデモが1月21日に行われたことはそんなにあの驚くことではなかったんですが、まあ、あれぐらいの規模になって今、話もありましたけど全世界で500万人が参加した、えー、それで今もアクションは続いているそういうあの取り組みになるということはあまり予想は自分ではしていませんでした。 でただです、ね、アメリカではトランプの女性差別が問題になったんですが日本はどうか <laughs> ということを考えたときに2014年に都議会であのセクハラヤジの問題があったと思いますが、えー、妊娠・出産の支援に関する質問をしていた女性議員に対して、えー、自,分も早く自分が早く結婚したらいいじゃないかとかいうあの本当に性差別的なセクハラヤジが飛ばされました。で2015年に、えーと 覚えてらっしゃる方もいると思いますが鹿児島県知事が高校教育で女子にサインコサインタンジェントを教えて何になるのかというような差別発言がありました2001年には石原元東京,東京都知事が悪名高いバ,バア発言をして大問題になりましたがその後10年以上も都知事に再選され続けたということがあります。 で考えてみれば日本に住む私たちはトランプの発言に驚いている場合ではないというふうに思いましたこれまで個人による差別発言女性差別的な発言は繰り返されてきましたし悲しいことに日本ではこうした発言を下品と捉える人たちは多いと思いますけど女性差別だとして徹底的に批判する人はメディアも、まあ、個人単位でもなんかとても少ないと思っています。 それであの、今日のテーマでもある女性議員があの少ないっていう問題がありますがあのそういうガラスの天井を壊せなかったアメリカでも日本よりりはは女性議員の割合は高いっていとうことがありますで。なのでトランプはやばいとか言って他の国の問題にしている場合ではないなという気持ちがあの募っていきまして、えー、日本にもさまざまな立場から問題を共有する場が欲しい。 特に女性たちが、えー、といろんな問題を共有する場所が欲しいと思って私個人の SNS で、まあ、その前からなんかあの1月21日以降に、えー、いろんな友達と会うと是非やりたいっていうあのウィメンズマーチ東京でもやりたいよねっていう話をしていたので SNS カウントであの日本でも女性大行進やりたいですって投稿したらかなりあの多くの「いいね」とか。 あのコメントとかメッセージが来たのであこれならできるかもしれないということであのウィーメンズマーチ東京実行委員会を立ち上げましたでちょうど3月8日先ほど話あのスライドにもありましたけどあのウィメンズマーチのオン・ワシントンの方の主催者は「女性のいない日」というアクションを呼びかけていたのでウィメンズマーチ東京もこのアクションに連帯する形で3月8日に合わせる。 ことになりました。やって良かったことも話した方がいいでしたっけど、<laughs> ごめんなさい。えっとマーチをやって良かったことはいろいろありますけど、あの個人私個人としては今回のマーチにはあの女性運動の現場でよく会う人っていますけど、あのそういう人たちもたくさん来てもく,くれましたが、あのあまり見たこともないあのちょっとこう。 本当に来てかかったのかなないう表情をしながらですね、参加してくださっているような方もいて300人来ましたのでいろんな人たちが来たということがとてもよかったしその後にあのにウィメンズマーチで歩いた後に集会を行ったんですがその集会ではこれまで女性運動にあのしっかり関わって取り組んできた方たちのお話を 方たちにお話ししていただいたので、あの初めて来た方たちにも。女性運動の、まあ、今の日本で、女性運動を頑張っている人たちのお話を共有できたということが、とても良かったと思います。それから、あのウィメンズ・マーチ・オン・ワシントンの、えー、主催者にも、日本の,あの様子が伝わりまして、とてもあの連帯を喜んでくれて、えー、っと今、フェイスブックとツイッターも。 やってますがインスタが結構メインで向こう SNS でやっててそちらでも写真が紹介されてそちらには本当にたくさんの「いいね」とコメントが寄せられて世界の連帯の波に乗れたっていうこともすごいいいことだったなと思いました。 どううもありがとうございます。さっきあの私、ウミメンズマーチ、フェイスブックで呼びかけたんですよね30、300人ぐらい集まったと伺っていますって言っちゃったんですけど、私もなんか、そうですよね、一緒に。 でいてなんかねちょっとすごいウィメンズェブサイトウェブの媒体の、えっと、ニュースサイトとかも結構事前からあの宣伝してくれてそういうのも影響があったかなと思。 えっと、じゃあ、えっと、ウィメンズマーチの他にも日本では、えっと、たくさんデモ、マーチパレード行われています女性運動に関して言えばまず2013年の6月に反女性手帳デモが東京の吉祥寺でありましたし また15年の5月には京都市で怒りたい女子会デモというのもやっておりますあと2016年の2月には鎌田さんが主催されているチャブダイガイシ女子アクションの方でガールズパワーパレードがまず表参道でありましたし、えっと、その後、えっと、今年との1月には、えっと、刑法・性暴力条項改正を求めるビリーブワーチも行われております。 シールズの活動が目覚ましかった安全保障関連法に対する抗議活動でも、怒れる女子会やママの会といった女性 を中心としたグループのの、えっと、アクションが活発になっております、えっと、次は、えっと、ぜひその関連で諏訪原さんにお聞きしたいんですけれども諏訪原さん秘密保護法に反対するサスプルの時からデモをしていますがなんでデモという形で運動を始めたのでしょうかまたシールズオはサロンとかシールズ選手といって勉強しながらやるスタイルになってるんですけれどもその、えっと、スタイルのどうやって脆弱したのかとかあと活動をやっててよかったことをお,お聞かせください。 はいえー、僕は先ほどもご紹介あ自己紹介の時にお話しさせていただいたとおり先ほど浜田さんの話の中で女子にはコサインはいらないって言った県知事がいるっていう話ありましたけど僕はその鹿児島県というところで生まれ育って。 でしかも田舎の長男という属性的にもちょっとあんまりよろしくない感じの育ちでしたので、まあ、僕はあんまり正直かつては社会について疑うということをあんまりしてこなかったさらに行動するということをしてこなかったかもしれないんですけれども、まあ、特定秘密保護法が2013年の年末です、ね、に通って、まあ、その時テレビで言われたのはこの国の民主主義は死んだと。 そういういことが言わわれたわけなんですね、えー、だけれども、まあ、それ以前にそもそも私たちは民主主義に関わる手段というのを持っていたんだろうかで政治が何かおかしいと思った時に選挙に行ってはい終わりじゃなくてその後何か自分たちは政治に対してものを言ったり行動したりっていうことができているんだろうか。 でとりわけ若い世代ってそういうことできてるんだろうかっていうのはすごい問題意識として、えー、ずっと思っていましたでそういう時にまあ僕も偶然の出会いで、えー、今一緒にやっているメンバーとかと出会ってデモをやろうとでもデモっていうと当時僕が思い描いてたイメージってやっぱりどこか怖いし危ないんじゃないのっていうイメージを特に田舎の出身なんで思ってた見たことも一回もないんでねそういうふうに思ってたんですよだけれどもそうじじゃゃなくて自分たちの方法でじゃあ 一番民主主義を体現する方法であるデモンストレーションというものを自分たちの方法でアップデートしてみようとでそういうことを考えて、えー、まずフライヤーのデザインを一新したりいやだってビラって言ってもいいけどフライヤーってあえて言ってみるんですよでそういうことからやってみたりでサウンドでもやってみたりあるいはあのコールを繰り返すだけではなくて、えー、自分たちの言葉でなんで今の政治がおかしいと思ってるんだっていうのをスピーチしようと。 でスピーチの時間をすごく長く設けたりっていうことをやってきたのが、まあ、サスプルのところで,でシールズっていうもので活動している時のコンセプトっていうのも基本的には、えー、かなり似ていて、えー、あの時に特に意識していたのは日本ってあのさっきのアメリカのウィメンズマーチの写真でもいいですけどやっぱりいろんなところって何か声を上げるときには大きな広場があって。 みんなが集まる場所っていうのがあるんだけど日本でそれどこだろうって考えるとなかなか思いつかないと思うんですよねで、そういう意味で国会前っていう場所を、えー、民主主義の象徴的な広場にしていこうとでそんなことを考えながら国会前の活動っていうのをやってきましたで、それはその後選挙 あるいは政党との関係を改めていこうというところの話にもどんどん進展していったので、まあ、市民がまず自分個人として声を上げるというところから政党がただの選択肢じゃなくて政党も自分たちで変えていけるでそれは結局社会を変えることになるという形で、まあ、運動は広がってきたでこういうことを体験できたしえ同じ世代に共有できたということはすごく面白いことだったと僕自身は思っています。でもう一つあった戦勝。 のプロジェクトとかサロンの話っていうのもありましたけれども、まあ、私たちっていうのは何か運動を盛り上げてその時ブームを作り出したら社会は変わるっていうふうには思っていないんですで社会変わるっていうのは、まあ、すごい長い時間がかかることだろうし、えー、大きく変わらなくても例えば隣の誰かと何かの話をしてそれがお互いの人生に影響を与えてみたいなそういうところからもしかしたら社会は変わっているかもしれないと。でそういういいことを考えて長い目で 例えば本との出会いっていうのは大事だろうし知識との出会いっていうのも大事だろうしそういうイベントを開催してそういう場での出会いっていうのも大事だろうしと、まあ、そういう形で長期的な取り組みっていうのも並行して一緒にやっていければいいなということを考えながら、まあ、サロンだったり選書だったりっていうところも取り組む。でそういういことをどっちも 運動的なものも、まあ、もっとよりちょっと勉強っていうんですかね学習的なこともやっていこうっていうふうに考えてやってきましたでまあそういうところで、まあ、そういうところのコンセプトっていうのはこの間すごく日本社会に浸透してきているんじゃないのかなと思っていて、まあ、全国各地どこの運動を見ていってもやっぱり個人がスピーチしたりあるいは選挙運動でも今までだったら偉い人がどっかの政治家が来て え演説してたようなところで、まあ、普通の市民が私が今、政治について思っていることを言いますという形で応援演説をしたりという形そういうのも一般的になってきているとでそういう意味でもう僕は1つこれって社会が変わったって言えることの1つだと思うし、えー、これっていうのはすごく今、日本社会で起こっている面白いことなんじゃないかなとそういう意味ではすごく良かったなと思っておりますす、はい、以上ですありがとうございいます。 いやなんか本当にサスプルが出てきたとき動画とか見させてもらって本当にかっこよくてなんか2015年のえっと春に私たちもなんかデモを企画してたんですけどその時ときとかデモとかに詳しい人にサプスプルのデモのすごさみたいなのをレクチャーしてもらってそれを参考にして自分たちのデモを作ったりとかしていました。あとなんかやっぱり個人のえっと本当若者が 自分らししくく個人ととて喋りやすすななったなと思いますここ2年ぐらい、なんかそれまでは若者的な役割 <laughs> みたいなのを求められてそれになんか明るく頑張ってる人みたいな感じで話すことが多かったんですけど今でもありますけどでもそれでもなんか個人個人の意見がなんか聞かれるようになってきたなっていうのは本当にサスプル・シールズの影響大きいなと思います。そうですねやっぱり、まあ 僕も若者っていうカテゴリーで喋ることってありますけどこれから社会考えていったら、まあ、女性もそうだと思うし男性もそうだけど若者だってそんなに単一的なものじゃないとその中でいろんな個性があるって中で一人一人の言葉っていうのは僕すごく重要になってくるんだろうなと思ってます。ありがととうございますすそしてここでででちょっと残念ななおお知らせなんですけれどもお手元ののプログラムの中内側で えっと、第二部の登壇者の方の、えっと、お名前などプロフィール載っているんですが、すみません。諏訪原さんのお名前の読みが、読み仮名の振り方が。あ、全然いいですよ、全然、全然、全然、ん然。訂正の時間がもったいないぐらい。大変申し訳ありません。えっと、正しくはたけしさんです。よろしくお願いします。じゃあ、えっと、続きまして、えっと、鎌田さんに、えっと、ちゃぶ台会視聴者アクションの。 立ち上がったきっかけあとコミュニティオーガナイジングとの関係とかなぜ最初から路上パフォーマンスこだわってらっしゃるのかお聞きししてもいいいいでしょううかはい、ありがとうございます、えー、と私はのコミュニティオーガナイジングの実践としてちゃぶ台貸し女子アクションをやってるんですけどもコミュニティオーガナイジングっていうのは困難に直面している。そのまあ あの当事者自身が声を上げて社会を変えていくという運動の,あの手法です。で、まあ、なぜこれやり,始めやり始めたのかというと、私はあの企業で11年仕事をしてたんですが、すっごい生きづらさは感じてたんですね。でもなんかまあさっきの あの池内さんでしたっけのほうにありましたけど何かこうんでかって分かんなかったんですねで留学した時にそれがすごく分かりましたで留学した時私は未婚でこなしで行ったんですけどもあの私の周りのクラスメート世界中からあのあのナイジェリアとかフランスとか来てたあの女性のクラスメートは。 あの家族を連れてて留学しに来てたんですねで子供とか旦那とか普通にいるんですけども、まあ、あの夫は仕事を辞めてきましたとか給食してきましたとかそういうのが普通にこや,やっててで日本の女性私の友達とか周り見,見渡してもそれはありえないなと思ったんですねであその日本って実はすごい特殊な国なのかもしれない生きづらさの原因ってそういうところにあるんだなっていうふうにあの気づいたのがきっかけでした。で やっぱり日本の女性って育児も家事も一人であの、まあ、こなしていてすごい我慢していたりとか。 あとはセクハラもその笑ってやり過ごすのが賢いみたいな形ででもこのやっぱりおかしいと思うことをおかしいですって言っていかないと変わらないなって思ったんですねじゃあ,あの言うことをしようとじゃあ言うんだったら叫びたい叫ぶなら楽しくちゃぶ台を返しながらあの叫びたいということで始まったのがちゃぶ台返し女子アクションということになりますで自分らしく生きていくということを社会に発信したいなと思ったんですねでそれでガーーールズパワーパワレードとということを をやっていましたこれが表参道でやった時なんですけれどもすごくこうプラカードとかも「あした少女隊」っいうアーティストグループと組んだことによっておしゃれにして今までにない方も参加してくださったんですが実際に声を上げたメンバーが最もその エンンパワーメントっていうんでですすかね力を実感できたと思います社会に声を対して声を上げていいんだ自分の考えを主張していいんだっていうところがあの周りからもすごく沿道の方からも応援してくださってとてもこう実感できたなっていうところあとはメディアにも取り上げられたんですけども参加できなかった人からもすごい勇気をもらったっていうふうな声をいただきました。うん でただあのこのパレードっていうのはやっぱりあくまでも打ち上げ花火みたいなものだったなというふうにあの考えていてあのもう一つやっぱり次の活動につながったのがあの65人には女性への対話型のインタビューっていうのをやりましたこれ 25, 25人の普通の女性ですねが友達にインタビューしたんですね女性の生きづらさについて聞いていきましたでそれをストーリーとして可視化してでウェブサイトに私たち載せていたんですけれどもやっぱりこれを通じて女性同士のつながて つながりを作くったりあとはこのようにその関係性を作ってコミュニティを築いていくってことがとてもすごく大事だなと一過性のマーチっていうのは動員は人はできると思うんですけどもたくさん人は集まるとでも次のつながりをどう作っていくかっていうのはすごくあの大事だと思います。 でえー、と私たちの場合はここで、まあ、あのパレードもしつつインタビューをしてこう作っていたあの女性のつながりを生かしつつ、まあ、そこで見えてきた問題で性暴力の問題がすごくありましたやっぱりあの会社で働いてても性の対象として見られていて個人として尊重されてないとかやっぱり上司とかお客さんからすごく個性的なことを要求されるということ。 悩みを持っていました。で、そんな時にちょうど110年ぶりにあの刑法が変わるチャンスがあるよていう、性犯罪を取り締まる刑法が変わるチャンスがあるよということで、この Believe キャンペーンというのをえ立ち上げました。で、この4団体ですね、幸せ涙、しゃぶ台合唱者アクション、性暴力被害と刑法を考える当事者の会、明日症状体、この4団体で、 あのやっているんですけども目標は大きく2つあります。で、1つはあの明治時代から変わっていない刑法の性犯罪を実態に即した内容に変えていくというものです。で、今回のこの改正で110年ぶりなのでだいぶ変わるんですけども。あの医師に反して性行為されても全力で抵抗したことを証明できなければ罪に問えないっていう点が変わっていないんですね。その点を変えようとしています。また、社会の意識を変えることということで、いやいやいや好きなうちではなくて。 無やり成功していいではない、まあ、相手を尊重しようというカルチャーを作っていくということをしていますで後でもう少しご,ご説明しますけどもこのオンライン書面を集めて、まあ、政治家の方たちに届けていくという、まあ、ロビングをやったりとかあとはその社会の意識を変えるということでちょっと分かりやすく漫画形式で問題を伝えていったりとかあとはその同意例を考えてこう成功における同意っていうのを考えていこうということでワークショップを、えー、一般の方向けにやったり大学の生向けにやったりしています。 でまたその一環でビリーブマーチということでアートパフォーマンスを、えー、しました。でまあ、あの全体的な あのタイムラインはこんな感じなんですけれどもあのやはりマーチっていうのは一つの戦術だと思うんですねで一番大事なのは何を変えたいのか具体的な起こしたい変化は何なのかでそれに向かって必要なパワーを作り上げていく中でマーチとかデモンストレーションっていうのが必要であってやっていくじゃあその次に何をどんな変化を作っていくのかっていうのをこう常に戦略的に考えながら動いていくのが大事ではないかなと思ってやっています。はいいありがとうございました ございます。なんかやって良かったこととかあればマーチとかですか？はい、あのそうですね。ガールズバーパレードの時はやっぱりその何て言うんですか、ね？親しみやすい感じだったのか、沿道の方も参加してくれたんですね。で、やっぱりそういうこう飛び入り参加があるっていうのは、やっぱマーチとかその入りやすさを引き引きくくってでみんなでこう変えていくっていうような形ができた。一つのあの楽しいところでした。はい、確かにえっと。 カルズパワーパレード、私も行ったんですけど、っていうか全部行ってるみたいな感じなんですけど。いや本当に飛び入りの人とかいてなんかすごかったですよねいや。ありがとうございます。えっと、じゃえっと最後にちょっとウィメンズマーチオンワシントンのホームページで呼びかけられている。5つ目のアクションの中で特に彼女たちが心を配っているのが今まで。その。 夕食の女性や障害を持つ女性、あとはセックスワーカー低所得の女性、LGBTQ コミュニティの方が、えっと、あまりにその政治的な場で声が届けられなかったりとか後回しの課題にされてきたことについて特に振り返ろうということで呼びかけられてましてその辺、どんな感じで3月8日のウィメンズマーチでは気をつけてたかとか何か課題があれば教えてください。あ浜田さんお願いします ウィメンズマーチョンワシントンの様子私、インターネットで知ることができたんですがあのそのマーチに参加している人たちが手作りのプラカードを掲げていたりさまざまな背景を持った女性たちによるリレースピーチがありましたそれから、まあ、SNS でもたくさんの女性たちの声が、えー、マーチに参加した女性たちの声が投稿されていました。 で主催者は、えー、と声明で、えー、彼女たちが指す女性には黒人女性、えー、先住民女性貧困女性移民女性障害のある女性イスラム教徒の女性レズビアンクイアトランス女性すべてが含まれるということを述べています。 えー、そしてこの社会で女性は様々に交差するアイデンティティを持っているためより多くの社会正義や人権の問題に直面するということもあの繰り返し声明の中で述べています。で、えー、とちょっとそう言われるとなかなか難しいかもしれないんですが例えば女性に対する暴力、えー、主催者はですね、えー、の暴力の撲滅リプロダクティブ・ライツ セクシャルマイノリティの権利労働者の権利障害者の権利移民の権利環境への配慮なども掲げてそれらの全ての問題が等しく重要である女性たち自身が真摯に向き合うべき課題はこれら全てであるという立場を明確にしています。もももちろん日本でも女性といっても あの、本当に様々な立場の女性たちがいます。えー、多様な女性たちが参加できるマーチに、あのトウィメンズマーチ東京もしたかったので。えー まあできること限られてあの実行委員会が本当5人しかいなくてですねあのできることは本当に限られていたんですがあのまず呼びかけ文を多言語であのボランティアの方たちにあの手伝ってもらって英語中国語スペイン語イタリア語であの協力してくれる方がいたのでのそれで呼びかけ文を作りましたでウィメンズスピーチの集会ではしゅ手話通訳の方にと協力をお願いしたり子供連れでも参加 ができるように保育士の方にも協力をお願いしました。で、様々な理由で参加が難しい人もいると思います。東京に住んでない人とか、その時間仕事をしている人とか、あの家を空けられないっていう人もたくさんいたのでいると思ったので、あのインターネット中継をその時お願いしました。今日も入っていると思います。で、えっと課題としては、まあ？ あの実行委員会がやっぱり少なかったっていうのもあってあのなるべくたくさんの人あの準備する側もかなりウィメンズマーチオンワシントンはあのすごいたくさん <laughs> いてあのそれを追っかけたメディアとかもあってすごい感動したんですけど、まあ、そういうところも課題に残っていますし、まあ、本当にウィメンズマーチ あの先ほど駒田さんもお話ありましたけどやっぱ社会を変えて何を変えたいか明確な目的を持ってそのためのツールであるのでまあ今回はですねあの みんなの女性として抱えているモヤモヤをそこで共有しようというちょっとかなりハードルを下げた感じであの開催したのでいろんなイシューがでもそこで出てきたと思うんですね。でそこであのみんなが共有したことでじゃあこの問題について取り組んでみようこのウィメンズスピーチでこの,こ,とこの問題を知ったからこれに取り組みたいっていう人があのたくさん出てきたらですねそ,の、えー、それに向けて社会を変えていくために動けるような次のアクションを提示して したいと思っていますがなかなか <laughs> はっきりとまだ提示できないのでぜひ興味がある方次のアクション一緒に考えてくださいそうですね次のアクション一緒に考えていきましょう <laughs> それでは、えっと、第二部も、えっと、後半に入りたいと思います、えっと、これからちょっとパリッテっていうのは、まあ、そもそも言葉的にどういう意味なのか とかそういうところからお話していきたいと思います。ちょっとすごいシンプルなやつなんですけど、まず女性議員に着目した制度としては、えっとジェンダークォーターというものとパリテというものがあります。まず、ジェンダーコートから説明しますと、これはあるグループの中で一定の割合をある性別に割り当てるということを意味します。ちなみにクォーターというのは？ 割り当てという意味で4分の1を示すクオーターとは別の単語です、えっと、今日本ではえっと政治的な場所にアクセスすること政治的な実行力を持つことがジェンダーつまり社会的な性差によって驚くくくらい偏っています例えば衆議院に女性議員は現在44人これ9.3%の性別比率になりますまた国際的に見ても日本は女性議員の比率 下院で比べてて164位となっています人口は男女ほぼ半々なのになんでこれだけ政治的な決定の場に行ける男女の差が開いているのかちょっと疑問ですね。でジェンダー候補からもう一歩進んだ考え方としてパリテという考え方があります。パリテはフランス語でで同数均等という意味で 人口は男女半々なのだから議会もパリで男女均等にして、男女半々にして女性も男性も平等に正常になおうというフランス発の考え方です。現在、えっと、組織の中で、えっと、何か、えっと、物事を進めていくためには3割の、えっと、人数が必要と言われているんですけれども現在、国際的な潮流では5割半々を目指そうというのが国際的な流れになっています。 でこの言葉の意味的にはそうなんですけれどももうちょっと分かりやすくしようと思ってちょっと4コマ漫画を作ってきました、題して飲み会パリテですね、イエーイ。<laughs> えっと、パリテの中で私が一番面白いと思うのはそのある組織の中で人数、量が変わることで質にどんな影響を与えるかというところですね、それがなかなか実感が湧かないので4コマ漫画で作ってみました、まず1コマ目をご覧ください。ありますよね、10人ぐらいの飲み会に行ったときに自分しか女性がいなかったときこんな経験ありませんか 飲み会の雰囲気によっては自分だけはお酌をしたりとか自分だけがサラダを取り分けなきゃいけないみたいな圧力がかかってきて、まあ、もうちょっと思い出すだけでつらいんですけれども今、日本の衆議院の割合は約1割なのでこんな状態ですね続いて2コマ目、ご覧ください。人人いいたた場場合合ですね,ね2割人がいた場合 ででもどううしょう今度はもう1人の人の出方を見ながら自分の行動を決めなきゃいけないということになってきますここにもいえいえ私が,私がサラダをみたいな感じになってますけど例えばもう1人の女性が積極的にやる人だったら自分もやらなきゃとかあとはもう1人の女性が立場の高い女性だった場合にいやいや、そんな人にやらせたらあかん私がやらなければみたいな感じでなんか地獄的な状況になっていく <laughs> っていうのがあります。 もしくは自分はそんなことは関係ないと思ってやらない態度を取り続けたとしても変な人と思われたりとかあとはその後でなんかちょっと何々さんみたいな感じで注意されることとかもあって別にそれも別に自分の意思を,を貫き通したところで生きにくいというのは変わらないですね。2割はちょっと 1>, 1割も辛いんじゃない1割よりも辛いんじゃないかと私的に思ってい2割は本当に地獄の割合ですねで3コマ目ご覧ください3割に増え,増えましたそうするとどうでしょうか皆さん経験したことありませんかみんなそれぞれでやればいいよねっていう目配せを感じる瞬間ですね3割を超えるとこれはジェンダークォーター って言える比率になってきて、ここで劇的にえっと影響力がえっと変わってくると言われています。それで最後4カマ目なんですけれども、これまだパリテの世界なのでちょっと理想も入っているんですけれども、もし飲み会がパリテになったら、もう誰も取り分けるとか。 考えなくてよくて自分らしく自然体で飲み会自体を楽しめるようになるんじゃないかっていうことを作ってきましたちなみにこの四マ漫画の作者の方によりはこの男性のモデルはカナダの首相ジャスティン・トルドーさんですね <laughs> ジャスティン・トルドーさんは彼の内科をパクパリテにしたことで有名ですこの漫画にふさわしい方だと言えると思いますで、えっとちょっと最初にお伝えしたんですがこの質の量の変化がもたらす質への ダしかもその影響というのは1個量が増えたら1つ質が良くなるというような単純なものではなく1割だったらとにかく辛い2割は地獄3割を超えると劇的に良くなるパリ転になったら自然体になれるというふうに変わっていきます。なんで、えっと パリテ量を増やせばいいんでしょう？みたいな感じで言われる時も多いんですけれども、このなんか質の変化のダイナミズム、とっても面白いと思っていて、是非何か皆さんにお伝えしたいなと思っています。では、それではですね。えっとパリテの基本が抑えられたところでですね。えっと次諏訪原さんにお聞きしていきたいんですけれども。 ビデモスではあの動画作品とかイベントを動画で配信したりとかされていまして、えっと、ちょっとあの始まる前に流してたんですけど111位って何なぜまだ男性と女性には差があるのかっていうわかりやすいビデオを作ったりとかあとはジェン私たちの声を議会へっていう、えっと、三浦先生が出ているジェンダー交代についても扱う。 えっと、イ,イベントというか、を、えっと、配信されたりと、講義を配信されたりとかしているんですけれども、どうしてレデモスでは、えっと、女性に着目したイベントや動画などを配信されているんでしょうか、またパリテについてどう思うか、お聞かせください。 えっとまあ、のリデモスのホームページとか見てもらえると溝、まあ、井さんって方が女子力について書いてる記事も上がってるんですけど、まあ、そういうところで私たち自身がどういうことを感じてるかっていうのはいろんな形で見ることができると思うんで是非そちらも見ていただきたいと思うんですけれども、まあ、まず単純にやっぱりこの今の状況 といいいううのはおかしいでですすよねっていうところがやっぱり出発点ですで当たり前におかしいと思ってるからこそ当たり前におかしいって言うんだけれどもなかなかそれが簡単に伝わらないっていうのも一方で現実だと思うんですねでそういう意味であのインフォグラフィックスで動画を作って解説をしたりとかあるいはイベントをやって丁寧に話していったりってそういうところからきちんとやってはいかないといけないとでそういうところの問題意識もあって、まあ、リデモスでやってますと。 いうところですけど、まあ、別に僕リデモスの代表でも何でもないんで、まあ、個人的に思ってることをもう少し話すとでこの女性の問題っていうのは僕別に女性の問題女性だけの問題だとは全く思っていなくてで僕自身は例えば今奨学金を1 7 0 0何百万借りて大学通ってっていうふうに生きてますけどそれって何でこういうふうになったのかなって考えていくと。 まあ、勤労の成人の男性を中心においてでそれに女性が付随する形で無償の就労,あ労働家庭内の労働だったりになって。 教育だったり保育だったりは当たり前になって責任を持っていて、家族で責任を持っていくみたいな社会のあり方じゃなかったら例えば僕はじゃあ奨学金1,000何百万借りてただろうかって考えた時に多分社会が教育をそういうそうに男性で稼ぐ男性っていうのを中心に置いたシステムでいろんな物事を考えていった時に女性っていうのはまあ一番わかりやすく 不利益を被るだろうしそれに付随してその例えば若者だったり子供だったりとそういう人たちもやっぱり同じように不利な立場に追いやられるとでそれっていうのはやっぱりこの社会の基本的な構造自体の問題だと思いますしそれっていうのは まあ女性の問題であり僕自身の問題でもやっぱりあるっていうのはすごく感じるんですよね。でそういう意味で、まあ、この社会が本当に一人一人が大切にされる社会になるためにはどうしたらいいのかでこれは簡単に結論が出ない問いだと思うので、まあ、そういうものをコツコツと積み上げて考えていくそのために女性の話があり、まあ、僕も担当した時は僕は若者の話若者の貧困の話をしたんですけどそういう問題っていうのは まあ、根底の部分でかなり、えー、強くつながってると思うんでそういう意味でリデモンスでもそういうものをきちんとやっていきたいで一人一人が本当に個人として生きていけるような社会を作るためにどうしていけばいいんだっていう議論を積極的にしていかないといけない局面が、まあ、来てるんだろうなということを考えています。 女性が,だけがじゃあ同数になったらいいのかなんてことを言う人はいますけどやっぱり重要なことっていうのは多様な人たちが議会の中に入っていくそしてその意見が反映されていくとそれをどういうふうに社会としてまあ保障していくかっていう問題だと思うんですそういう意味でパリテっていうのはまあ一番根本的なファーストステップとしてまあこれはすぐにやっていかないといけないことだと思いますし、まあ、そういう考え方でじゃあどういうふうに私たちの声を代表できる 政府に議会にしていきますかとそういう議論をもっと大きい形で、えー、当たり前に議論できる社会になっていったらいいなというふうに思いますありがとうございますそしたら次、えっと、浜田さんにお聞きしたいんですけどもアジア女性資料センターでは今年の1月に台湾に、えっと、女性の政治参加を学ぶスタディツアーを企画されましたね、えっと、アジア女性資料センターとしてなんでその企画をしたのかあと個人的に浜田さんがその旅行から何を学んだのか教えてください。 はいえー、アジア女性資料センター今年の1月に女性の政治参加をテーマに台湾スタディーツアーを開催しましたで台湾はこれまで女性の政治参加を促すためにさまざまな制度をあの取り入れていましてその結果現在国会における女性の議員の割合は4割近くになっていますで去年の5月には女性初の,あの総統が誕生しています。 で日本は深刻な状況にもかかわらずあの女性議員を増やすための制度はあの導入していませんでこのツアーでは台湾の女性議員にあったり政治に影響力を持つ、えー、女性 NGO、ね、を訪問してジェンダー平等な議会について考えるために企画しました。 で台湾ツアーでは私が個人的に感じたことなんですけど市民と議員との距離がすごく近いなっていうふうに思いました。で NGO が窓口になって市民の声を聞いて、でその NGO が議員にその声を届け、議員がそれを政策に反映させているという流れが結構よく分かりました。でえっと私たちが訪ねた女性団体からは議員をあの 送り出してですね国会の場にあのそういう流れも作っていてで女性団体出身の議員がいると女性たちが何に困っているのかがすごくよく分かっているしあの女性団体としても誰がジェンダーや女性の問題についてしっかり話を聞いてくれるのかどの議員がそういう人なのかっていうのがとても分かりやすいなと思いました。 で議員にとっても今、市民が必要としていることについての情報が NGO とかあの市民団体としっかりくっついていることであのとても分かりやすくてあの議論なんかの質とか検討の質もすごく上がっているなと感じました、はい、でパリテににつついいいててももパパリリテテお願しますな議会はです、ね、ぜひとも実現したいと思います。 で女性は人口の半分なのに政策決定の場にあの女性が少ないなんて普通に やだ許せないと思います納得できない。で、女性運動をしているとあの女性たちはそれぞれの人生で本当にさまざまな経験をしていて本当に多様な女性たちがいるっていうことがよくわかります。で、男性もさまざまな人生経験あると思いますけどこれまで男性中心的な社会の仕組みがある中でそこをこううまくサバイブするために女性たちがあの経験してきたってこ あのことはすごく多様だと思うんですね。さっきの四コマもまさにそうで、あのね、一人だったらああいう感じの本当そうですよね。二人だと相手の出方を見るとかですね。サバイブするためにいろんなことを経験している女性たちがいます。女性って言っても、私と全然違う経験をしている人もいるし、年齢によっても違うと思います。で、あの、そんな女性たちの経験はやはり男性に。 どれだけ言ってもですねなかなか分かってもらえないっていうところもあるしあの諏訪原さんみたく一生懸命説明したら分かってくれそうな人もいますが、まあ、一生懸命説明するんだったら私たちにやらせてくれみたいな感じもします。<laughs> それででやっててることとを見てあの学んでねとも思いますし あと私女性特有の困ったことが起きた時に誰に相談するかというとやっぱり女性同じような経験をしていそうな女性に相談しますで、えー、とそして私たちがパリティ議会を求めていく際にはやっぱりあの声が聞かれにくいウィメンズマーチ h ンワシントンの方たちもあの繰り返し言っていますがやっぱり後回しにされがちな人たちを。 の声も一緒に届ける届けられる人が届けていくっていうのも大事だしその人たちと一緒に声を届けていくで女性たちはそういうなんか後回しにされた経験ってすごくみんなしてると思うのであの誰が後回しにされがちかって少し考えればすごくよく分かると思うのでそういう人たちの声もあの政策決定の場に一緒に持っていくという意識でパリ的会を目指していくっていうのはすごく大事だと思ってます。 ありがとうございます。後回しにされがちな人と一緒に届けるというところ、本当になんか私も心したいなと思います。では、最後に鎌田さん、えっとビデオブキャンペーンを通して今、今多分すっごいたくさんの議員さんに会ってると思うんですね。えっと、銀さんとのやり取りとか、えっと男女の議員さんでの反応と違いなどを教えてください。はい、ありがとうございます。 あの今、その刑法の性犯罪が110年ぶりに変わるということでただ、不十分なところがあるということでまあその改正を実現するプラスやっぱりその不十分なところを変えてくださいということであのまあ陳情という形ですねロビングをしているんですけどもあの女性の議員の方 っていうのはやっぱり聞いてすぐわかるんですよね。あ、そうだよね。って、あのあの私たちの言っている要望っていうのが暴行脅迫要件っていうのがあってで、要はその全力で抵抗したことを示さないと。 あのまあ、強姦として認められないっていう現状なんですね。でも大体怖くて動けないとか。あとはもう7。8割が知り合いからっていうふうになっているので、まあ、上司とか先生とかこう関係性を利用して、あのもう有無を癒さず、状態でや,やられてしまうことが多いんですね。で、そういうのを言うと女性は聞いてすぐそうだよね <laughs>。 <laughs> ってなりますで男性の議員の方も私たちの経験談話すとそうだよねってなるんですけどもやっぱりちょっと落とし込むまで少し時間かかるなって感じるのとあと当事者感っていうんですかねその私もすごくこうなんとかしたいっていう感じをすごくこうやっぱくれるのは本当に女性だなっていうふうに感じています。であのー やっぱ110年変わってなかったってすごいですよね <laughs> な。なんで変わってなかったのかって思うとやっぱりさっきあの10 10年10 70年前も10%ぐらいだったんですかねで今も10%ぐらいですよね。はい、なので、はいはい、あんまり比率が変わってないんだってこともあ変わってなかったんだなっていうふうに思いました。はい、であ,のあとパリテのどう思う思かですよね、はい、パリテについてどう思うかも聞かせてください。はいはいであの うんそのさっき人口の半分ってことなんですけども私あのアメリカ行ってあのすごくあのフェミニストの女性の友達が51%だって言うんですよ。<laughs> 51%だって言うんですよ。女性は。で確かに日本も51%なんです。なのでやっぱり半分以上行っていいんですね。<laughs> っていうのがもう一つあるかなと思ったんですけど、まあ,あのやっぱりその日本でこうやってジェンダーの問題ってやりにくいのがジェンダーの問題があるよっていうことをなかなかこう認識社会がしてない。例えば女性は一歩下がって。 サポート役に回ることを子どもの頃から強いられているとか、まあ、こういい子にしていることがいいんだっていうふうに言われてそういう社会的なこの役割がこうずっと私たちにこうすり込まれているっていうのをこう意識あ,のあまりこう日本の社会ってこう認識してないなと思うんですなのでやっぱり日本女性が政治の世界に飛び込むってすっごいハードルが高いり周りが止められる確率もすごい高いと思いますのでやっぱりここはもう政治的に枠組みをちゃんと作って制度的に女性がもう一歩踏み出せる。 ものをちゃんと作っていくっていうことがやっぱり人口の半分の視点生かしてないんですからこの半分いないってことはもうすごい機械損失だと思うんですねなのであのそれは絶対にやるべきだなと思います制度化していくことがすごく大事だなと思っています。はい、ありりががととうございまますそれでではあの時間が参りましたのでえっと パネリストの皆さんご自身の経験をシェアしていただきありがとうございます。また次のアクションに向けて皆さんで協力しながら取り組んでいければと思います。それでは第3部の準備をしますので、パネリストの方、えっとお元の位置にお戻りいただいて、準備をいたしますので少々お待ちください。 皆さんこんにちはパリテキャンペーンの実行委員の三浦麻里です今日はたくさんの方にお越しいただいて本当にあの嬉しく思います第三部ではこれからパリテの世界を私たちの力で作り出していくためにはどんなことをしていったらいいんだろうかということについて考えていきたいと思います 国会では実は女性議員があまりに少ないので女性議員を増やすための法律を作ろうという動きがここ3年ぐらいありましたでそして与野党でその法案を超党派の議連というものが作られて法案の準備にあたっていてでそして昨年です、ね、ようやく政治分野における男女共同参画を推進する法案というところがまとまりました。 で与党と野党で少しまあ内容が違っておりましたので与党案が一つ野党案が一つということで国会に提出されておりました。 でそれが昨年の状況だったんですが、今年に入りまして与野党の方で法案を一本化するということにまとまりまして、でおそらく4月中に連休の前には衆議院で法案が委員長提案という形で提出されて通過するのではないかというあの動きになっております。でまあこの法案はまあ議連が中心になって作っておりましたので、そこの議連の副会長である高木道夫先生に。 に一体どんな内容の法案なのかということについてまずご解説をいただきたいと思います高木先生よろしくお願い致します皆様こんばんはご紹介いただきました議員連盟の副会長 公明党衆議院議員の高木道夫でございます今の党におきまして女性の活躍推進本部の本部長を務めさせていただいております、えー、今日は途中から駆けつけさせていただきまして、えー、先ほどの四人の方のシンポジウムを伺っておりましたがいや本当に未来明るいなという、まあ、そういう思いで、まあ、そのために何としてもこの法案まず通さなければいけないということを改めて決意をしながら伺っておりました 余談ですが私には2人の娘がおりまして30歳28歳になりますもうここぐらいの年代から全然男性と女性と肩を並べて当たり前というこういうあの感覚なんでしょうかバリバリ総合職で働きながらあの、えー、むしろあの上司をあの一生懸命あのいろいろい あの気を使いながらしかしながら先ほどの,あの3人になったらこういうふうに一般的になるというまずまだその職場においては1人目2人目というまだそんな段階なんでしょうが大変あのタフな生き方をしているなというちょうどあのすぐ身近にあのサンプルがありますものでぜひともこうした若い世代またこれからどんどん伸びていく世代に応援をしていきたいというそういう思いでおります。 今、三浦先生からお話ありましたように、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律案、これをまとめていこうということで、2年前から中川会長を中心に、野田聖子会長代行を中心にずっと議論を進めてまいりまして、昨年、やっとまとまったのが、この法律案でございます。 ご存知の通り女性の活躍推進でそれはその前に実は与党で女性の活躍加速化法という法律を作りましたでそこの女性の活躍仕事に関する部分だけそこを引き取って女性の活躍推進法ができました。 一方で、政治分野では全く女性の活躍が遅れているということで、スタートいたしましたが、まあ、女性活躍、それもいいのですが、やはり政治分野において、男女共同参画を前に進めることが大事だということから、こうした法律案の名称になったわけでございます。この目的は、政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進をしていこう。 でもって男女が共同して参画する民主主義の民主政治の発展に寄与するというこれが大きな目的でございますやはりその中身といたしましては何といってもその例えば様々な法律がありますが立案及び決定において多様な国民の意見が 的確に反映されるために一層重要となることに鑑みというふうに歌ってあります先ほど来お話しありましたように半分は女性ですから半分女性議員がいて女性のための政策をどんどん前に進めていいわけでございますところがこうした女性の政策 例えば、精査に基づく医療であるとか、さまざまな女性の働き方改革、また子ども・子育て支援、そうしたものが、やっぱりどうしても声が小さい、そのために後回しにされてきたというのが現状ではないかと思います。女性の健康、私、平成15年、国会に入りまして、女性の健康に取り組みました。 でその時に、アメリカにおいては、各州に女性の健康を考える医療センターがある、女性の精査に基づく医療を研究するセンターがある、そうした施設があるにもかかわらず、どうして日本はないのだろうか、検診も遅れている、また、さまざまな女性特有の疾病、ライフステージに応じたものも遅れている、こうした問題意識を持ちまして、いらしたアメリカの研究者に聞きました。 答え返ってきた答えはただ一つそれはそれを求める女性の声が大きかったからですというその一言でございましたあこれはいけない日本の女性ももっと力を合わせてこれが欲しいんだこれを作るべきなんだえこうした主張を大きな声でみんなで力を合わせてやっていかなければいけないでそのためにはもっと女性が議員になっていけるそうした意思決定に 明確に関わっていける、こうした流れを作っていきたいと、ずっと念願しながら、私もさまざまな活動を推進して、行ってきたわけでございますで。そこで、ここで基本原則を明確にいたしました。でそれは衆議院参議院院参 および地方議会の選挙において、政党などの政治活動の自由を確保しつつ、これは政党が考えるもちろん自由の権利があります、その中で確保しつつも、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指して行われるものとする、まず候補者を対等の人数にしていこうではありませんか。 でこれをそれぞれ各政党が努力をしていきましょう、まあ、あくまでも努力義務の世界でございますが、これがはっきりと法律に書き込まれるという、まあ、その意義は大変大きいものと思っております。まず法文になる あとは具体的にじゃあ、お宅の党はどうですか、そちらはどうですか、まあ、こうしたおそらく選挙になれば、比較が行われると思っておりますしまた、そこは皆様のお力をこれからも引き続きいただきたいと思います。まず、与野党で揉めたのはこの均等というところでございました自民党はここは均衡、要するにバランスが同じというふうにしてもらいたいで野党はいやいや、同数が必要ではないか。 というところで、えー、激突をいたしましてでそこで、えー、まあどっちも同じなんですねボリュームであれまたその、えー、バランスであれ 結局は計りにかけてほとんどその、えー、同じというまあ、こういうことになるわけでございます。同数というと数字がきっちりと同じでなければならないのですが、意図するものはほとんど同様だと思っておりました。でそこであの私であれば双方ともにその言葉を下ろしましょうと。 下ろした上で男女雇用機会均等法という言葉があるのだから均等という言葉でいかがですかとこれはあのここだけですがよく議員立法の最後揉めたときにお互い下ろしてこれならいいという言葉で同意するというよくある手法でございますこれを使わせていただきまして。私ちなみに今まで、えー 法律1 5 6本作ってまいりましたのでこのようなことをこの場でも提案をさせていただきじゃあそれでいきましょうと要するにバランスが同じというこうしたことで決着がつきましたそして男女がその個性と能力を十分に発揮できるようにする。 ということでございまして、また家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となるようにする、やはり議員にもそれぞれ生活がありますので、そうしたことについてもやはり支えていくという、このような基本原則を作りました。 で併せまして、国および地方公共団体の責務ということも入れました、政党等の政治活動の自由および選挙の構成を確保しながら、必要な政策を策定しおよび実施するように努めるものとする、国や地方自治体もここにしっかりと協力をしてもらいたい。 また、政党、その他の政治団体も、候補者の数について目標を定めるなど、自主的に取り組むよう、しっかりと努めてもらいたいということを明記をいたしまして、さらに基本的な、具体的な政策をどのようにするのか、一つは実態調査、それから情報の収集、また啓発活動。 そしてまた環境の整備そして4点目に人材の育成この最後の人材の育成ということも盛り込ませていただきました例えばこうしたイベントそしてまたさまざまな何とか塾とか何とかの会とかいろいろ勉強会持たれていますまた女性団体の多くの方たちの運動であるとかそうしたやはり議員を増やしていこう,とこう富士山のそのて,てっぺんを引っ張り上げるだけではなくて裾野を広く ああいう人を送り出していこうではないか。あの尾崎学童先生は。 出たい人より出したい人を、このようにおっしゃっていますが、そういう女性を送り出していこうではないかという、そのための人材の育成ということをこの中に入れさせていただきました、またあのこれからは、必要があると認めるときは、まあ、実態調査、情報収集などの現状を踏まえまして、必要なまた法制上の整備、そしてまた財政上の措置を講じていくものとするという、まあ、こういう内容も入れさせていただきまして、 え、今回この法律案え、先ほどお話ありましたように、今内閣委員会でえ、今医療情報の匿名化についての法案が審議されております。それが終わり次第、委員長提案ということで質問もなしでスッキリと。 内閣委員長がそれを全部引き取って、えー、前回一度委員会として提案していくというこのようなことでやっと整ったところでございます間もなくでございますので皆様引き続き後押しをお願いしたいと思います <laughs>、えー、ありがとうございますでこれが画期的な内容またスタートになりますようにどうかまた今後ともお力賜りますようよろしくお願い申し上げますありがとうございました 推進法について高木議員よりご解説をいただきました、本当に4月中に通るように私たちも応援をしていきたいと思います。この法律は あのパリテ法だと私は思っていますあのクォーター法というふうに報道されることも時々あるんですけれどもあのクォーター法だとすると、まあ、30%40% 数値目標が法律の中に書かれている必要がありますしまたある程度の,その強制的な規定を設ける必要があるんですが今回の法律はそうなっていないんですねあくまで努力義務理念法としてあの出来上がっています。 ただし、非常に重要な点は候補者を擁立するときには男女の数をできるだけ均等にすることそれを目指すことということが入っております。均等ということはすなわちパリテということになっておりますのであの世界的にもえやっぱり50 5050で意思決定は5050 50で行こうという国際潮流をえまああの盛り込んだパリテ法だというふうにえ私自身はこの法案を理解しているところでございます。 で今年、まあ、4月あの10日は、えー、女性参政権71年目にあたるわけですけれども70年前80年前の世界というのは女性が参政権を持つことは当たり前ではありませんでした何で女性になんか参政権を挙げる必要があるんだって多くの人が思っていたんですねで今そんなことを思っている人は誰一人いませんよねもう男女ともに参政権があるのが当たり前の世界になっていますでもパリではまだ当たり前ではありません 意思決定の中に男女が半々いることはまだ当たり前の世界にはな,っていないんです、ね、こういうふうに私たちの考え方は進歩しているんだというふうに考えるとおそらく今からまあ21世紀が終わるまでの間にはパリテが当たり前になってあの2017年にパリテを求めてなんてイベントを昔の人はしてたんだねみたいなそんなあのこう思いにとらわれるんではないかなというふうに思います。 そうういったような日が訪れることを確信してですね、あの22世紀はもうパリテが当たり前そうじゃなかった21世紀の人はかわいそうって未来の人が思うように、まあ、私たち一歩一歩アクションを重ねて確実にパリテの世界へとあの未来を切り開いていきたいと思います。 じゃあ何をすればいいのかということなんですがお手元のプログラムの中にパリテ宣言とそれからパリテへ向けてのアクションというのを掲げておりますアクションはねみんなができる簡単なことから誰でもできるアクションを10個ほどあのこちらでリストあ,のありますこちらをご覧いただければと思いますまずもって政治分野における男女共同参画推進法の成立を応援しましょう でこの推進法はまあ議連が議員立法という形で準備していましたがその背後には女性団体の大きな動きがあったんですね。クォーター制を推進する会という女性団体の集まりがあの議連をもうずっと応援をしてきてでたくさんのロビー活動をした結果この推進法というものが国会に提出されるというところまで来ています。 なのでこういきなりなんか政府が私たちが求めていないものをぽっと出したとかそういうものでは全くなくて女性団体が求めていてその声を議,員議連の方々が受け止めてそして法律にまとめてあげていったそういう,こうボトムアップのプロセスの結果出てきているのがこの法律ですですからもっともっとこの推進法の成立をあの応援していきたいと思いますで,できることはたくさんあります この推進法あの院内集会であったり議連の方が発言したりすると、まあ、必ず記事になっています。 で今日いろんなイベント、一日ありましたから、おそらく新聞記事、どこかでは取り上げてくださるでしょう、あのそれを皆さん、チェックして、切り抜いて、えー、SNS でぜひとも拡散をして、こんだけ多くの人が推進を求めているんだという、その声を、えー、ぜひとも可視化させていきましょう、それは一人一人ができることですし、ほんの,の SNS SN の拡散でしたら、もう1秒もあればできることですので、えー、ぜひともやっていきたいと思います。 それからまた重要なのは地元の国会議員に直接声を届けることです。 あのセラ良爺さんもおっしゃっていたようにやっぱり国会議員に声が届くということはとても重要なのであの地元の皆さんの住んでいる選挙区にいる国会議員あ,のあんまり応援していない政党だったとしてもですねその方現職の国会議員であの皆さんの住んでいる地域のすべての人の声を聞く義務が国会議員にありますからそうですよねですから必ずは聞いてくれると思いますのでファックスで推進法を成立させてくださいと一言送ってみてください。 長田町、不思議な世界でなぜかファックスが効果的なんですね、<laughs> 面白いですよね、メールよりファックスがいいらしいので、あのファックス、ぜひともお送りください、地元の事務所のファックス番号、あの必ずホームページにありますから、そちらへあのぜひとも送ってください。 あと新聞の投書も皆さん簡単できますよね、あの筆まめな方は新聞の投書なんかもいいと思います、私も投書欄よくチェックしてるんですが、クォーター法を推進させてほしいという声はあの時々出ていますあの、お名前見ても私の知らない人なので、あの一緒に運動やってる方ではない方で、あこんなにあの推進法を求めてわざわざ投書する人がいるんだなって言って、あの勇気づけられているんですが、ぜひとも投書欄も活用してもらえればというふうに思います。2番目女性議員を応援しましまょうあのー 対馬、ね、さんも言っていたようにちょっとやばい女性議員もいるかもしれないでもそれは私たちがちゃんと応援していないからですねで女性も多様だという声が先ほどありましたけれどもあのどの人を応援したいか皆さんいろいろ様々だと思いますでも自分が応援したい議員を見つけて応援していきましょう。 で今日あの冒頭に3人の国会議員から素晴らしいお話を伺って私もちょっと目がうるうるしながらあのお話聞いていました。であの探していけばあの心を打たれるような そういったスピーチをしてくれる国会議員、女性議員の方、たくさんいらっしゃいます、それから地方議員でもたくさんいらっしゃいます、もっともっと見つけていって、この人なら応援できる、そういった女性議員を応援していきましょう、やっぱり背後に自分の後ろに女の人たちが応援してくれる、そういうのがないと頑張れないと思いますから、ぜひとも応援をしていきましょう。 で自分の地元にいい女性議員いないかもしれないえ結構いないですよねでもうしょうがない1割しかいないんですからいないですでそしたらもう政党に文句を言いましょうそんな女性を立てない政党がおかしいわけだし変な女性しか立てない政党もおかしいわけですからえ正当に文句を言いましょう有権者の私たちはその権利があります。 最後にパリテの良さを広めていきましょう今日津島さんから面白い4コマ漫画があって「パリテ」がどんなに重要か数が増えるってことは質的な変化をもたらすってことを持ち帰って男女比に敏感になって飲み会であっても意思決定の場であっても PTA でも町内会でもいろんなシチュエーションで男女比が違うとどんだけ自分のそ,その場での居心地の良さが変わるのか日々体験していることを改めて思い起こして男女比に敏感になって。 これがパリテになったらどんなにいい,だろうい,いんだろうということを想像していきましょうそしてあらゆる人が同等に扱われるべきだと強く信じましょうこれすごく大切ですやっぱりあの強く信じて男女平等っていうのはとても重要な価値なんだそれを実現するために私たちは変えていく力があるんだと信じると必ず思いは実現するというふうに思っておりますので一緒に信じていきたいと思います。 最後になりましたがそのために皆様とパリテ宣言を採択したいと思います今の紙のこちらの表面をめくってくださいパリテ5050 50と書いてあります昨年も昨年はですね女性議員倍増計画ということで倍増宣言を採択いたしました今年はパリテ宣言ということで私がこちらを読み上げますのでこれに賛同していただける方は後で拍手を頂戴したいというふうに思っております 女性参政権71周年記念イベント、世界がパリテになったらに参加した私たちは、日本の女性が初めて参政権を行使した1946年4月10日の71年後の本日、2017年4月10日に、東京・田町のリーブラに集い、あらゆる意思決定の場に男女が均等に参画すべきであることを認識し、ここにパリテ宣言を行います。 女性および男性の完全かつ平等な政治参加は民主主義を強化し性差別や暴力貧困の根絶に寄与し個人の尊厳に基づく豊かで寛容で多様性のある平和な社会へと日本を導くでしょう昨年の70周年記念日に私たちは女性議員倍増宣言を発し女性議員を10年以内に倍増させることを誓いました1年たち参議院では38人から50人へと増え 衆議院では人人から44人に減りました国政全体では11%の増加です。今年は候補者擁立の際にできるだけ男女均等を目指す政治分野における男女共同参画推進法案が全党一致で提出されようとしています。私たちは推進法の一刻も早い成立を求めます。そして女性たちの声を受け止める女性議員を倍増させるために、 私たちはそれぞれの持ち場でできることをすべて行動に移します同時に民主主義の発展と男女平等のためのあらゆる行動に男性が積極的に取り組むことを呼びかけます男女の完全な平等が実現された平和な社会を築くために一歩ずつ前へ進んでいきます2017年4月10日女性参戦権記念シンポジウム参加者一同 賛同いただける方はどうぞご発手をお願いいたしますありがとうございます 満場、えー、一致で、えー、この宣言が採択されました。ありがとうございました。もうできることはたくさんありますから、えー、もうこの瞬間から一歩一歩できることをアクションを取り続けていきたいと思います。ありがとうございました。最後にみんなで記念写真を撮ります。皆様そその場にいてですね、こちらの